チャチャトレ。皆さんこんにちは、ともひろです。チャチャトレ TV へようこそ。このチャンネルでは歩くように踊るダンスエクササイズ、チャチャトレのダンスステップをご紹介しています。チャチャトレはズバリ大人のためのダンスと言えるかなと思います。ダンスっていうと、激しい動きとか、飛んだり跳ねたりとか、息切れをするような激しい運動を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、チャチャトレはそんなことありませんので、体力に自信のない方でも取り組んでいただきやすいかなというふうに思います。はい。で、チャチャトレは、ゆるーく気持ちよくおしゃれに踊るっていうような、そういうスタイルですね。ですので、大人の方はですね、若者には発揮できない魅力を存分に発揮していただいてですね、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。チャチャトレは的味を楽しむ、味わいダンスみたいなところがありますので、はい、今日も楽しくやっていきましょう。おしゃれに踊るということで、今日は3つのステップをご用意しました。サイドライン、タップ、タップキック、ダブルキックということで、この3連発いきますよ。それではレッスンスタート、レッツゴー。はい、じゃあレクチャー始めていきたいと思います。順番としてはサイドベーシックからいきなり今日は入ってしまいますね。サイドベーシックがよくわからない方は、最初の動画にサイドベーシック、詳しくやり方を説明してますので、よかったらそれを見てみてください。はい。でその後に前々回やったクロスバックっていうステップがあります。そこにつなげていって、そしてその後で今日の課題の3つのステップっていう順番でつなげていきたいと思います。はい。じゃあまず音楽なしでいきますね。サイドベーシックから、せーの、右足から1、2、3、チャチャ、1、2、3、チャチャ、これがサイドベーシックですね。チャチャ、1、2、重心移動ね。2、3、チャチャ、1、2、3、チャチャ、1、2、3。そしたらじゃあ次行きましょうか。前にかけるね、数字フロントクロスですね。チャチャチャ、これは前々回かな、やりましたね。ズンズンズン、ステップステップ、ズンズンズン、ステップステップ、ズンズンズン、ステップステップ、ドゥンドゥンドゥン、ステップ。そうです。そしたらじゃあ次は後ろにかけるバージョン、ズンズンズン、数字クロスバック、ズンズンズン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 、後ろ後ろ後ろ、はい。そしたらクロスバック、後ろ前ですね。後ろ前、踏む踏む、後ろ前、踏む踏む、チャッチャッチャ。ここで結構ね、足の踏みがこう結構混乱をするケースが多いですが、落ち着いてやってみてください。後ろ前、ステップステップ、後ろ前、ステップステップ、後ろ前、これがクロスバックですね。後ろ前、そうですね。はい。でこの足のこの入れ替えはですね、体をねじると結構やりやすいので、ちょっとそれを意識するといいかなと思いますね。ちょっとこういう練習をしてみましょうかですね。足を前にかけるときは、こう前足、その動かした足の方に胸を向けてあげる。こういうふうにねじるといいですね。ねじる。ねじる。こういうツイストを練習してみてくださいね。で、一方で後ろにかけるときは、こっちかな。軸足の方にこう胸を向けてあげる。ねじる。ねじる。ねじる。ね。こういうねじりを入れてあげると、さっきのクロスバックですね。やりやすくなるかもしれないね。そうですね。そしたらこう前、後ろ、前、後ろ、それを両方ねじれるようにちょっとやってみましょうか。前、後ろ、前、後ろ、反対足もやってみましょうか。前、後ろ、ねじり続けるんですね。そう、そうですね。前、そしたらこうなるとクロスバックになる。タッタッタ、ステップステップ、
まあ、どこまでこのひねりを入れるかっていうのは、まあ、踊り方のスタイルにもなってくるので、まあ、非常にこうひねってもいいし、あんまりそういうニュアンスを出さずにやることもできるので、まあ、そこは好みですね。これがクロスバック、チャッチャッチャッ、ステップステップ、チャッチャッ。じゃあ先に進みましょうか。でサイドラインタップいきますよ。チャッチャッチャッ、2回ここでタップをします。タップで反対側、チャッチャッチャッ、タップタップ、クロス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 タップ。これがサイドラインタップですね。で次はタップキック、まあ、名前の通りタップしてキック、タップキッククロス、タップキック、チャチャチャ、タップキック、タップキック、ラスト。次はダブルキック、名前の通りこれは2回切る、蹴る、チャチャチャ、ダブルキック、タッタッタ、ダブルキック、タッタッタ、ダブルキック、タッタッタ、ダブルキック、チャチャチャ、ダブルキック、チャチャチャ、ダブルキック。はい、じゃあ音楽でやってみましょう。さあ行きましょう、サイドベーシックから。横にサイドベーシック、じゃあ前にかけますよ。スージーフロントクロス、今度は後ろにかけます。スージークロスバック、後ろ、クロスバック、後ろ前、ひねりが大事ですね。ラスト引き上げ、さあ行きましょう、サイドラインタップ2回。ダブルキックね。ヘイヘイ。エキサイト。エイエイ。エイエイ。エイエイ。ベーシック。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。はい、まあ、足がもつれてしまったりとか、まだ、まあ、慣れない動きはね、最初はそんなにすんなりいかないかもしれませんで、脳が動きをこう覚えるまでっていうのはある程度その脳の回路を作るために練習が必要ですので、ぜひ動画は繰り返し繰り返し見れますので、ぜひ何度でもですね見てやっていただければと思います。で余裕が出てくると、ステップになると余裕が出てくると、この遊んだりするこう余裕が生まれるんですね。そこでこう自分の味を出したりとか、自分のスタイルをですね楽しんだりとかっていくらでもできますのでですね、ぜひやってみてください。はい、また次回もお会いしましょう。気に入っていただいた方はチャンネル登録といいね、そしてコメントをぜひよろしくお願いします。今後ともチャザトレ TV よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。